そのね、中に、なんとね、バッテリーをたくさん、はい、容量があるものを詰め込みました。おお、なんか今、たくさん電装周りのものが見えてますけども、ね、特に一番注目すべきはどこですか？特に注目すべきは、一番運転席の後ろにあります四角い箱。これだ。そうです。おお、こちらは？これがですね、ヨーヨーで言うと、業界用語。はいアンペアエッジって言うんですけど、はい、400アンペアエッジ。要は100のですね、バッテリーが4つ分。はい、4つ分。もうものすごいでかいですね。でかいでしょ、はい、でかいし、ちょっと重さもあるんですね。ただ、鉛のバッテリー4つ入れるよりはやっぱり軽いんですけども、これを、バンだったら設置ができる。ああ、なるほどです。はい。で、その隣に、100ボルトに変換する、2000ワットのインバーターはついております。書いてあります。2000ワットって書いてありますね。ちなみに、これだけ大きな、はい、その、400アンペアエッジが乗っていると、はい、電気、どれぐらい使っても大丈夫なんですか？そうですね。エアコンくんが全開。夏のね。さっき、ネギさん、ここにいたら、なびくの、風が、これ、今、結構、稼働しますよね。これね、実は今、ダミーで風だけ送ってるだけなんですよ。あ、そうなんですか。だからこれスイッチピッて入れると、はい、エアコン当然効いてきますね。で、これ朝からずっと回しで、どうです電気。あ、すごい。すごい、モニター。今 98% なんだ。すごい。朝から回し、もう今結構夕方ですけど。これは、エアコンの風だけ送ってるわけですからね。あ、でも、はい、それでもね、すごい。まあとにかく、エアコンがうと電気を使うんですよ。ただ、400あると、なんとですね、この間も実験、山ちゃんとしましたけども、はいはい、夜、日が照ってない時に使ったら、この車で 20% しか使わなかった。でも結構暑いですよね、夜でもね。そう。これでね、夜10時から朝6時までの実験なんですけど、はい、23度の実験で、風が風量真ん中で、はい、それで 20% しか使わなかった。すごい。だから夜中の車中泊、うん、暑くてムシムシしてるっていうのを味わわずに、それでも 20% しか使わない。まあ、厳密に言っちゃうと、夕方ね、5時か6時ぐらいからスタートして、朝の6時ぐらいまで、12時間例えばやったとしますよね。うん、どうすれば 30%、40% ぐらいになるんだと思いますよね。そういうことは、2日間、丸々2日間使えるんですよ。そういった方が分かりやすいかな。そうですね。で、しかもいろいろ他にもテレビとかついてますけど、うん、まあ、そういった電気を考えてもエアコンに比べたら、そんなに電力使わないですよね。使わないですよね。この照明とかも含めて、みんなここの電気がいってるんですけど、はい。はい。使わないし、この車が一番いいのは、こんなに大きい車じゃないですよ。うんうんうん、これがスーパーロングのハイエースとか、はい、大きい車になると、やっぱり、周りから温める量が増えますから、私が実験した中では40%、50%ぐらいは使ったんですけど、この車は 20% しか使わない。すごい。ちなみにその使ったのはどうやって充電されるんですか？充電するのはどうしたら？充電、よく聞いてくれますね。乗った時にどうやって充電するかってことですよね。はい。はい。まずですね、この車は走行充電器って、はい、もうそこに大きいのがありますよね。これですか？走行充電。うん、はい。走行充電に長けてるんですよね。得意としてます。あ、そうなんですね。この充電器が60アンペアって言って、うん、400アンペアに対して0だったらば、60だから、はい、6時間、7時間ぐらい白く充電で。満タンです。走ってればね。はい。うん、ですが、まあ、ゼロにはほとんどならないと思うんで、まあ、だいたい1日使って充電したら5時間も走れば満タンになります。おお。そのぐらい大きな充電器です。すごい。長距離移動すればするほど、電気の心配もなくなるってことですね。そうですね。そういうような、走行充電にかけてる車と思ってくださいね。はい。もちろん外部充電もできますし、まごまごすれば、ソーラーさえつければ、ソーラー、の変換器についてるんで、はい、そうなんだ、すごい、ソーラーからもいけるんですね。できる。ソーラーはまだソーラーまで設置してないんですよ。はい、はい、オプションで。今の電気の装置の、まあ、最高峰だと思っていただければ。それがここに集約されてるわけですね。そうそうそう、うちのハイエースそっくりこれだから。あー、すごい。これだけコンパクトだと普段乗りやすいですもんね。そう。で、コンパクトっていうところで、そことここだけなんですよ、はい、電気。
で、ここは全部実は収納なんです。あ、すごい、結構入る、結構入りますよ。あ、だから収納でここは長い、あれは女の服みたいも入るんですよ。へえ、ね、そうなんです。 それも入っちゃう。だからこの車のコンセプトはとにかく2日以上は電気使えて、エアコンが使えること、うん、そして上に屋根上のボックスもついてるんですよ。え、ボックス、本当だ、はい、上にボックスが、結構大きいボックスがついてます。そうなんですよ。でボックスがついてて、そのボックスにアクセスする、はい、ここですね。これ、え、これこれこれ、これ4段目だって言いますけど、はい、これが収納できること、あ、収納できるんですよ、ほら。へえ、すごい。そう、それがあそこの下に入ります。あ、すごい。そのスペースを持ちつつ、ここがなんと、はい、ステップ、ステップになってます。そうそう、ここがステップですね。すごい、はい、ちゃんと動線も考えられた作りになってるんですね。 そこに座ってみてください。ここですか？ここに座、ここから上がって、あ、いいんですか？はいはい。え、普通ここに座れないですよね。普通車の座っちゃっていいですか？いいですか？いいですよ、いいですよ。ちゃんと座ってください。ほら、え、普通に椅子だ。あ、え、ここ座れるようになってるんだ。ここにマット入れればここで体座ができる。あ、へえ、すごーい。ちゃんとあの座る位置が、そうですね、加工されていて座りやすくなってます。あれ、なんか出てくる。何か来ます、皆さん。おお、ここのマットなんですね。ここに入るのも薄いけど丈夫。本当だ。あ、いいですね。またマットの座り心地が良きです。よき、よき。まあ、このようなシューズの収納ができるようなステップ兼、うん、足が伸ばせるっていう、なんですかね、はいはい、体座モードじゃないけど、こういった車も作りました。天井までもすごい広々してて、はい、余裕があります、ね、あの圧迫感を一切感じないです。はい、で、あとは冬の対策としては、うんうん、ヒーターですよね。ヒーター大事、はい、ここに固定式の電池があるから、はい、なんとFM ヒーターありますよ。 あちらですね。安心です。だから FM ヒーターだったらもうどのぐらい使うんです、電気が持つのかなって相当持つじゃないかと思います。はい、すぐ暖かくなりますもんね。ものすごい暖かくなる。だからまたこれに関しては冬の実験だけど、はい、ね、耐久実験1週間とかね。おっ、それもじゃあ山ちゃんのチャンネルで2人で仲良く、そうですね、見ちゃいますか。はい、で、ここでお知らせがあります。はい、なんとこの車、新幹線の割には原車売ります。え、お、え、これはですか。そうです。お、原車を即売します。すごい、即売。しかも登録をしてお盆まで乗れるようにします。すごい、すごい。これでお盆にゆったりと旅行ができる車を作りました。スペシャルですね。そう、これ1台だけなんですよ。はい、1台だけなんですけど、一応これに関しては、うんうん、もう即納、即売する、即売即納まあ先売ってからですよ、残る時間で売るんですよ。早く納めたいできるように、1ヶ月半前からすごい一生懸命設計して作った車でございますので、これは肉のエブリィのジョインターボ、うん、はい、はい、バンになりますから、ジョインターボです。はい、エアコンついてます、うん、エフェンヒーターついてます、うん、走行充電器がすごい大きいです、はい、400アンペアのリチウムイオンもついてます。フル装備です。しかも後ろにテレビもついてます、ね、はい、ハイテク空間です。はい、で、もう照明も全部ついてます。照明明るいですよ。あのバックドアの照明だのわかります？あ、ほんとだ。そう、すごい。ほ、あ、本当ですね。明るさ全然違う。外でも遊べるようになってるから。そうです。荷物取り出すときも上に照明が来るから、そうですね。見やすいですね。はい。ネギさん、質問です。はい、どうぞ。これは今、もう即売即納車一台限りですけど、はい、この後もしお客様がご注文された場合というのは、どれぐらいの期間で、大体半年待たないぐらいで言うんじゃないですか。おー、早い。早いですね。すごい。これちょっと実はですね、今後のその本当に戦略者として作りましたので、はい、何が一番大事なのか、もう一回おさらいです、はい、2時間とか3時間しか使えないエアコンではやっぱりお客さんはもう満足しない時代になってきました、うん、
去年まではエアコンがついてたらおーって言ったんですね、うんうんうん、でその時にどのぐらい使えるのって絶対聞きますとね、はいはい、聞きたいですよね。そうですよ、この1個の電池で大体あのポータブルって2時間か3時間ですかねって言ったら、うん、ふーんってあそれぐらいかーってなので、まあ、使い方によってですけどね、一晩たっぷり使える車作ってみたかったんですよ。そこなんですよ。大事です。それするには2つありました。はい、あの背の後ろあの車は 背がどんどん高い人でもこう頭つかない、はいはい、そして2人の、ね、だけのベッド、はい、あのセミダブのサイズの1220あります。うん、はい、でここは長さこの補助マットで割れる1940分、はい、そこはあのほとんど高い高さが変わるんですね、はい、だからもうちょっと長くできる。でこの状態の車で、リチウムバッテリー400アンペア、うん、FF に出す、はい、この車を作るためにどうしたんですか。うん、二人乗りさんです。ああそうですよね。後ろの席が見当たらない。後ろの席を取っちゃって、はい、それを低くなったところに電池を入れた。これがどうでしょう、あのできたきっかけ、まあはい、他にもう先輩方いっぱい作ってるわけですよ、エブリバーで。そうですよね、素敵な車いっぱいある中で、うん、そうで、この2月のマイナーチェンジでターボ車が復活したんです。あこの車ね、はい、ターボ車が復活して、この車を作ろうという企画になり、うん、はい、設計して、それでやっと収められました。まさにいろんなタイミングと機会が重なって、そうそして企業努力で NTV ブームにしか出せない車を今回出したということで。そうそうそう、よろしいでしょうか。メイン社長、あまり強く言うとなんかさっきまで強かったのにこっちが投げするとなかったんですよ。あのほら先輩方いっぱいいるんでね。そうそうそう、だから一応機能としてはあの普通に車を乗る分には全く2人で乗れる車ですし、はい、リアのですね、うん、ヒーターもそうなってないんですよ。はいはいはい、今2人分乗ると赤いでしょ、はい、ここリアヒーターが出てくるのが下なんですよ、はい、そうだから足元ポカポカだね、うん、サイドから両方、はい、ヒーターが出てきてここは隙間が空きます、うん、だからここからポワッと上がってきます、ね、そう、はい、だからあのこれですね、春夏秋冬日本の四季を旅するあの最高級の車の自動車。すごい素敵。すごい。だってそのことを書いた覚えがありました。ブログで。日本の四季をあのこよなく愛する日本を旅できる車。おお、はい、いいですね。ぜひ皆様 ATV 群馬さんの新しいお車、はい、もう一度お名前をお願いします。RS1 NEXT です。NEXT、はい、皆さん。まずは気になる方はね、ぜひお問い合わせをいただいて、はい、まだ1枚ありますからね、はい、ぜひお待ちしております。お待ちしております。ということで ATV 群馬さんからネギさんありがとうございました。